日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。マックカフェの現在発売されているゴディバコラボフラペチーフラペチーノじゃないフラッペだ、そのホットチョコレート、どっちか分からないんですけど、キャラメルラテとオレンジフレーバーラテを飲みたいと思います。まあ寒くなってきましたけど、フラッペはやっぱり気になったので飲みたい。通常のマクドナルドのコラボフラッコラボの商品、ゴディバのコラボ商品を食べたことあるんですけど、マックカフェは初ですね。まあそもそも今年になってからできたので当然なんですね。でもフラッペなどさすがに冷たいかなと思って温かい飲み物も用意しました。ではチャンネル登録よろしくお願いします。早速フラッペからいただきたいと思います。マカロン付きのもあるんですけど、マカロン、チョコマカロンも出ているので今回はカットしました。ではいただきます。チョコレートの濃厚さはコンビニや通常のマクドナルドとはまた違うかしら。ねえどう？そうですね、確かに濃厚で甘酸っぱさ、甘酸っぱさじゃないかはありますけど、どうなのかな、まあ、本物のゴディバを食べるのが一番比較には近いのかもしれませんけど、やっぱり美味しいです。でホットチョコレートやキャラメルラテで苦味もあって甘さも感じて、オレンジでちょっとすっきりする、そんなカフェですね。通常のマクドナルドとコーヒーよりも少し高めですが、それに見合うだけの価値はあると思います。いや、なかったら困りますね。朝いもうちょっと早い時間から提供していただければ、朝一番に飲んでさっぱりとして状態で出かけるっていうこともできるかもしれないのに、そこが残念ですね。ごちそうさまでした。こちらのゴディバコラボフラッペは冷たい中にもチョコレートの甘さがしっかりと広がってきて、主張を感じることができましたね。さすがめっちゃ超ブランド高級ブランドチョコレートメーカーです。次に飲んだこちらのキャラメルラテはキャラメルの味はそんなに感じられなかったですね。ちょっと控えめすぎるかな、もうちょっと苦味を主張してもよかったかな、コーヒーに負けちゃうよという印象です。一方でこちらのオレンジラテはさっぱりとした酸味がコーヒーの苦味を見事に引き立てていて美味しかったです。すっきりしたい時にいいですね。そしてこちらのホットチョコレート、溶けたチョコレートが口の中で甘さをぐわっと広げてくれて、ある意味純粋にチョコレートを楽しみたいのであればフラッペよりもホットチョコレートの方がいいかもしれません。というわけで今回は、まあ、もちろん一番美味しかったのはチョコフラッペなんですけど、レギュラー商品で言うならこちらのオレンジラテが一番さっぱりスッキリとしておすすめすることができます。なので今回はフラッペとオレンジラテを代表としてどちらも5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。